まずですね、そうですか、さあ出てたね。ってことでなんかわーっと出てますけど、さあついに着きましたね。実際ですね、F21 ってことでタイマジラですね。これはやばいね。これでタイマってならしいです。まあ、こういう名前のお寺さんがあるみたいなんですけど、お寺の方は、旧字の方の塔の字になってますね。わー、見える。この字で、それで、こっちの塔の方になってますね。で、ボタンが有名なのか、あれは、時期的に結構、まあまあ、見頃の時期になってるのかな。なるほどな。場所的には 0.7 キロ。ちょっと、ちょっと見てみますか。相撲館なんてのもあるんだ。なんか同じ通りの方にあると思って。行ってみましょうか。桂木市ですね。なるほどね。あくまでも対決企画ですね、今回。いや、まあまあ、でも、21ってことで、まあ、近距離をさっき言って比べたら、まあ、やっぱ、近距離規模がね、だいぶ、急行も、2つな。うん。だから、吉野駅の急行。いやーい、タイマジラボはね、もう出てますもんね。こんな感じでも道一本止まってるので、一本ってなんか相撲感とかそういうのなんかで、へー、なるほどね。よいしょ、どこだ？か。ああ。いいな。よし。次の列車か。しかさずに行く。お前のやつのとおか。9時50分やから、あでも2分14分も、まあ、1時間2、3分くるんやったら、フラッとちょっと出かけて戻ってもいいのかな。すごいね、めっちゃ混んでる。何事ボタン祭り4月23日、温玉って、あ、今日ちょうど祭りなんだ。いい時期に来たんだ。有名なのかな。あ、これか。実装物、よもぎ。これはかな？純食粉って感じなのかな。なるほどな。それに合わせて。できなければ言うと、市長はいいなと言うけど、あ、よこっか。タイマジラで、ここはタイマジラ。こっちがポチポンポイク。タイマジラ自体はちょっとこっち側なんだ。なるほどな。
まあ、100度ぐらいまで歩いてもいいかもな。くるくるっと行けるみたいです。100度まで行ったら五瀬行ってね、五瀬から二の方に乗ってもいいよね、うん、まあいいよね、うんうん、なるほどな。松井さん、こっちの方はそれで読み手持ち、こんな本でんだ。ちょっとあれだな、気になるな。買ってくか。で、買って尺度の方に向かってこうかな。で、尺度から先の方行ってもいいか。ああ、また戻ってきてもいいしな。すごい。見たかな。尺度の方に行こうと思うと、反対側か。尺度の方行こうと思ったら、こっちから渡っていった。フリーキップなんだから別にわざわざ歩かなくたって、目の前にどう考えてもうまそうな道があるんだって、そこ寄って、早く買って、別にそのまま冷静になればいい。うん、せっかくだからちょっともう並んで買っておくかな。いや、営業中なんだ。ん？そういうこと？ちなみに、中条堂って、あれ、中条餅って思うんだ。へぇー、ちょっと。なるほど、あんころ餅なんだ。あんとき餅よ。どっちかとこは、今日は新よもぎの日だと思うんですけど。あ、ちょうどよもぎの季節だから、ちょうどあれなのか。はぁ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 。で、営業時間か。持ち帰りが。なるほど、なるほど、なるほど。ん？ 9 時からオープンにはなってるけど。どういうことだ？ 9 時からオープンってなってんだけどな。やっぱダメ。この、どこいまいちのスケッチないけど。切るかもなってんだけど、よくわかんねえ。あ、でも持ち帰りできるみたいだからな。まあ、せっかくだしちょっと行けないよ。ブラックの場所あるみたいやから、でもブラックルみたいやし、あ、これね、ボタン祭りはちょうどど真ん中なんだ。なるほどな。ですから、あ、そういうことか。イベントやってんだ。それでこんなに登山の人がいっぱいいるんだ。なるほどな。タイマ寺。お寺の中帰るかあれはしといて、ちょっとそっちの方まで、参道の方は歩いてみても面白そうですね。